はい、皆さんこんにちは。今回はですね、こちら孫悟飯ビーストに根血サイヤ人カテゴリー縛りでやってみようと思います。まあこれね、別にまあ動画にする必要ねえかなと思ってプライベートでやったんだけど、普通に2回負けたんで普通に2回負けたんで、まあこちらね、まあ動画でリベンジしてみようと思います。まあね、チャラハンが辛いチャラハンが辛いけど愛で使いますここで負けたら解雇しますというわけでこちらで行ってみようと思います。いや本当にむずいね。まあこのデッキだったらそこまでね、威圧は痩せねえや、被弾弾きはそこまで脅威じゃないけど、ご飯の魔漢光殺法が弾かれちゃうかなあのね、気合の魔漢光殺法が無慈悲に弾かれる瞬間は涙なしには見られませんでしたといった感じで、まあここは多分大丈夫でしょう。ご飯も一応ね、即帰玉8個取ったんで軽減に続いたんで問題ないと。いやマジでむずいんだよね、本当にむずい。このステージ火力がね地味に高いんだよね。しかもいやらしいことにね、もう最近ビーストデッキやらブロリーデッキやらばっか使っててね、なんか感覚バグったけど感覚バグっちゃったけど、このステージむずいわで確定必殺ね、いいね。もうこれ極限して化けるよね、絶対に絶対に化ける。これ使したら本当にもうドッカンバトルのアカウント売りますっていうアンインストールしますってレベルだいやー本当にかっこいいしね、もうコイン交換した思い出のキャラだよ。初めてコイン交換したキャラじゃないかな俺、そんな感じあるんだよね。初めてコイン交換500枚で交換したのがこのご飯&トランクスな気がする、確か確かでまあこれでおっとっと、ここい、どうだ、トランクス必殺打たなきゃ経験つかねえかな。わ、さあ、ついてなさそう。ついてなさそう。で、ちょっと待って、トランクスの性能が、でもね、必殺だもんね。お前、アルティメットご飯の意志を受け継ぐな、お前。で、ここ、チャラハン手前に置きたいけど、さすがにコッパ未人に消し飛ぶから、チャラハン無限上昇させたいよな。ちょっとアルティメットご飯さんには、犠牲になってもらおう。まあ、アルチメッツご飯さんは、必殺撃たれたらね、弾けるんで問題ないでしょう。ねえ、こいつ、しかもね、一回ね、普通にやってた時にね、こいつ撃ってきたんだよ、魔漢光殺法じゃねえ。魔閃光で、あ、いや、アルチメッツご飯だから弾けると思ったら、直撃したからね。お前、味方になると弾かねえんだからな、本当に嫌になっちゃうわ。で、OK。で、400万。演出は、100点。性能は65点マジ最初に必殺撃たれると即死なのが辛いんだよね。まあディフェンス上昇積んでいけばね全然耐えれるけど、じゃあ復活できるけど、まあまだいいかな。本当か本当にいいのか。まあ大丈夫っしょ。ここで倒して、まあちょっと、まあでも大丈夫っしょ。ビーストと未来ご飯で倒せるっしょ。あ、そうか。エナプラス2が、エナプラス2が乗せてた。毎回忘れるんだよな、エナプラス2。で、1200万。いやー、もう最近ね、FF、まあ、PS5 買ったんでね、FF やってるんだけど、本当に FF、クソおもろくてね、ドッカンバトルサボるっていうね。普通にサボってました。すいませんでした。最近なんか使い回し動画みたいなのばっか出してたのはそのためですストックがなくなっちゃったから。でここ魔漢光殺法、まあ映しちゃねえか、全属性ガード残ってるし、ウィス使った方がいいんかな。さすがにウィス使わなきゃ死ぬもんな俺、絶対に絶対に死ぬと俺の DNA 細胞、お待つ DNA 細胞が言っている俺お待つとね DNA レベルで繋がってるから、某実況者みたいなこと言っておきますといった感じで900万。こいつに強いって言うとね、こいつ必殺撃たなくなるから、あえてね、弱い、弱いっていう、弱い、お前弱い、お前、本当に弱かった、本当に弱かった、ダメだった。いや、なんかさ、ね、強い、あ、おう、うっとうっと。強いって言っちゃうとね、こいつ油断してね、追撃、通常必殺しか撃たなくなっちゃうんだよね、そう、俺のご飯は。だから、あえて弱いっつってね、突き放して、俺って弱いんだって思わせて、必殺技を追加で撃たせる、ね。もう何言ってんだ俺何言ってんだ俺ね、500万。未来のご飯さんじゃなくて、ジュエズジグのご飯さんをぶっ切りっていき、
ここで撃たれたら問題ない。まあまあ全属性があっても問題ないっしょ。600万。うん。本当に弱かったな。あれ？あ、俺の方かな。俺の方かもしれん、こっちが。あ、そうか、一つ撃ってねえか、まだ。まだ上昇してないから。オッケーオッケー、ナイス。もうどっちがどっちだかわかんねえよ、これ。どっちがどっちだかわかんねえな、これ。撃たないでほしいけど、オッケー、ナイス。うん、チャラハンに任せるか、これ。アイテム使うのもったいないんだよな、確実に。あ、間違えちゃった間違えちゃった。いや、さすがにアイテム使えないよな、これ。まあ、チャラハンも一応2発食らったし、さっき撃ったから問題ないでしょ。オッケー、ここなら問題ない。もっと強い攻撃じゃないとダメだ。弱いまあ、ビーストが強すぎるな。うん。こいつはもう本当に、来てはいけない存在だったね、本当に。こいつが来たせいで、他のみんなが痛い目を見てる。マジでな、なんか悟空が原作でな、悟空がいると強いやつ引き寄せちゃうからみたいな現象が起きてるよ。このご飯ビーストがいるから強いやつがどんどん出てきちゃう。サイヤの火もこんぐらい強いのであってほしい。うん、サイヤの火はね、個人的にはね、やっぱあのベジータ3推してます。まあ悟空3がね超極限するらしいんで、それならまあ来るっしょ。悟空3と対応なす存在なんですかって言われたら、ベジータ3しかなくない ?3 だったらギャリックブレイザーっていうね、ヒーローズの技もあるし、まあ、作りやすいんじゃない？うん。ベジータ2だとまあ作りづらいよね、正直。オッケー、チャラハンも仕上がってきてはいるけど、まだディフェンスは上がってないんで、おっと、ここは復活できねえんか。じゃあ、トランクス壁にしよう。トラン壁して、どっちが守れるかな、俺。まあ、ソングハンビーストかさすがに。ああ、撃てない。もう、これ、撃ちます。見てください。この無慈悲な、無慈悲な和漢子殺法弾かれ。こんなの映画で起きたらもう、唖然としちゃうよ。撃てないけど、まあいいでしょ。死なないと思うんだよね。全属性ガードと 50% 軽減あれば、トランクスは大丈夫でしょ。問題、後ろのビーストなんだよね。ビーストじゃない、アルティメットか。で、トランクスが800万。まあ、こいつも強いっちゃ強いんだけどね、普通に。でね、変身前下振れると辛いしね。変身溶けちゃうからな、俺。自分の噂を食いたりしない。演出コストは全部未来ご飯に持ってかれた。いっそー。オッケーオッケー。1000万。もう一発、ナイスナイスナイス、頑張ってる頑張ってる頑張ってる、この子けなげに頑張ってる。あー、でも倒せないか。オッケーオッケー、撃ってこなきゃ大丈夫。次はまあビーストいるし問題ないでしょう。わっと、ここで自滅フィールド自滅フィールドなんだよな、これマジ でアナザーホープスカイも撃てるけど、まあビーストのアタック上昇させるか。火玉取ってちょっと回復して、あ、いけそう、勝てそう、勝てそう勝てそう、コナミ感。フラグかえ、でも勝てそうなんだけど、めちゃめちゃうまくいってんだけど、いつもここで死ぬか、次のステージの初手でもう体力ほんのちょっとで死ぬかの二択だけど、今回めちゃめちゃ体力あるし、復活も残してる。いや、待て、復活が残ってる方がやばいか復活残しちゃってるのまずいか。うわぁいや、やられた、いや、やられちまった、やられちまうあー、いや、ダメだ、ウィス1枚しか、あ、そうか、あれ、ウィス使ったんか、俺、あれ、いつ使った、俺、あれ、ウィス使ったっけ。使ってたら、ボケていますえ、待って、でもまずい、42万まずいって、マジやばいってあー、トランクスどうだ、アナザーホープスカイレンダーブレイクやるべきか。まあ、やるか。切れちゃうもん。あと2ターン。そうだ、切れちゃうね。まあ、ちょっとトランクスの演出はね、あんま見れないんで、見ます。俺は自分の弱さを、あ、違かった。それ、あれだ、スタンバイの方だ。俺は負けない。ご飯さん、横腹、横腹が。あ、ご飯さん、腕が。ご飯さん、右腕が。安いもんだ、右腕の1本ぐらい。やべえ、でもそんな冗談を言ってる場合ではないというのを感じるぜ。じゃあ、直樹くん、
やばい、これ絶対にやばい、絶対にやばい。終わったわ、天気はいいのに進めない。お前何やってんだお前。あー、水素の音、フラグでした、大変申し訳ございません、フラグでしたね。ちょっともう一回だけ行くか。 A few moments later. じゃあちょ、演出ありの端金バージョン見ますか。ごはんさん怒った、うわすごい怒った、強そう。こんな怒ったごはんは初めて見た。うわなんだこの携帯は、絶対に強い、絶対に強いぞ。わ、しかも魔漢光サポーツ、これはもう勝った、勝った、ドラゴンボールカン。いけー魔漢光サポーお、弾かれる。本当に意味わかんねえな、本当に状況が。まあなんでおめえの場合はよ。あ、待て、やばない、やばくね、え、嘘だろ。